機械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。何こいつら。楽しいね、楽しいね。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。通路はどこに繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。遊ぼう。
これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。何これ？怪盗、人類が建造した UFO、 レール上を高速で移動しスリルを体感する絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2B、 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B どうですか？何？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。こんな形の機械生命体、記録にありません。you
敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は美しくない。アンドロイドの死体、アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。ハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。